願いします。どうもこんばんは、うちです。今日はですね、カメラ筋肉稽古ということで、なんとですね、今日はあの揚げ物を揚げながらいただきたいなと思います。何を揚げるかと言いますと、贅沢にもフグのね、唐揚げを協賛していただきましたので、そちらをご紹介しながらちょっと贅沢なひとときを過ごしたと思います。早速いただきます。はい、じゃあまずですね、ちょっともう一杯飲みたいんですけども、先にちょっと揚げながらというところで、こちらストックするフグからということで、今日のファーストテイクアウトは、豊後水道フグの柳井商店さんの提供でお送りいたしますので、柳井社長ありがとうございます。じゃあこれね、もともと揚げてる唐揚げをそのまま冷凍してるみたいなんで、2分半ぐらい揚げてくださいということなんで、お、小分けになってますね。これ嬉しい。今日ちょっと2袋ぐらいいっちゃいますかね。はい、じゃあこちらと、これ開けていきます。お、ちょっと切れ目を待って、いい感じいい感じ。フグですからね、なんせね。よいしょ。ちなみに柳井商店さんのお店の方も、あのお食事、10月から3月まで、店舗の方でもお食事いただけますので、ぜひそちらの方よろしくお願いいたしますということで、こちらはここか。よし、じゃあいっちゃいますよ。よし、結構でかいな。1個ずつか。うお、やば。タイマー設置。やばいねこれ。でこの間にちょっとこっちをね、よいしょ、よいしょ、よし。じゃあ、今日も一日お疲れ様でした。やばい。うまい。こんな感じですね、今。やばいな。音がいいね、やっぱね、揚げ物って。この、待つ時間も楽しいよね。来ました。じゃあ行きましょう。うーわ、やばくねえかな。やばいでしょこれ。よく切ってこちらに、よいしょ。うわ、すごっ。これはやばいな。ちょっと待ってくださいよ。このこっちの方もちょっともう立て続けにいきましょう。よしよしよし。はい、オッケー。じゃあもうちょっと一回そのままね、そのまま行こうかな。いただきます。あ、香りがいいな。お。いや、なんか贅沢すぎてすみません、本当。
うまっ。あー、まあ、すごい上品やけど、カリカリで、身が分厚い。うん、うん、骨が合います、骨が合います。あー、上品やけど深いな、これはうまいな。おお、あー、マジ幸せ。うん、あー、うまい。これはいいね、一人揚げ物たまにはいいね、こんな贅沢、すっごい贅沢。いやー、ちょっとね、これちょっと大分名物カボスをちょっとかけていただきましょう、次は。よっしゃ、飲むかな。いただきます。うん、あー、うわ、カボス、あー、うめっ。わ、揚げ物の前はやっぱ熱いな。熱い、熱いで美味しい。食べ物ってやっぱ人を幸せするよな。うん、うん、骨の周りうまい。最強だこれ。やばい、これはマジでうまい、本当に美味しい。ちょっとね、本当幸せ時間やな、これよ。いや、本当頑張ってよかったって感じする。もう一個食べて、またゆっくりいただきますかね。カボス、カボスうまいな、やっぱ酸味を加わって上品な身がさらに美味しくなります。もう身が分厚いもん。あー、いい香りだ。幸せすぎ。あ、うまっ。うん、これもすぐ取れて食べやすい。美味しすぎてまたゆっくり食べます。あ、海の幸に乾杯。